昔昔の鶴の迷える恩返し。実は私、恩返しを計画している次第なんでございます。ほう。先日村の若い方に命を助けていただいたもんですから、で少女様に相談というのはですね、なんせ鶴の浅知恵なもので、私の恩返し計画に不備がないかどうか人間様のご意見を伺いましたらと、こう思った次第なんでございます。ほう、そうかね。義理がたくて立派なことだ。その計画とやらを聞こうじゃないか。まず若い女に化けまして、結婚して羽で売り物を高く売って、そうして二人は幸せに暮らしましたとさ、おしまいと、こういう計画でございます。人間様としてはいかがでございましょう。うむ、女と金という男のニーズにのっとった恩返しではあるが、ちとやりすぎという気もするな。一生その男の元にいなくてはいけないんだぞ。負担が大きいのではないか。助けていただいた命でございますから、あの方に捧げる覚悟でございます。しかしなあ。お、街道のお地蔵さんの恩返しのことは知っているか。お地蔵さんのと言いますと、棚外にご地蔵などを置いていたという例の。その程度で十分じゃないか。お茶どうぞ。でもお地蔵様は傘をもらっただけの恩、私のは命の恩でございますよ。同じ程度の返しではちょっと。しかしだね、地蔵さんはじいさんが労力をかけて作った傘を6枚ももらった。君を助けた若者は君を罠からちょちょいと外してやっただけ。手間や懐の痛みは断然じいさんの方が上じゃないか。そう言われると、お前が過度な恩返しをして恩返し相場を上げてしまうと、後に続く者が困ることにもなるよ。鶴さんは団子は食べるかね。えへへ、雑食ですね。それともう一つ、旗売り中は決して見ないでくださいというそうだが、そう言われれば見てしまうのが人の差が。俺に惚れてたんだと思ってたのに鶴の恩返しかよ、と若者はショックを受けるんじゃないかな。結局は若者の迷惑になるかもしれん。もう少し考えてみなさい。やっぱり人間どもの気持ちはよくわからない。どうしたものだろう。あ、毛虫。宗谷さん家でお団子いただいちゃったから、今お腹いっぱいなのよね。はぁ、疲れた。恩返しのことはひとまず置いといて、今日は寝ましょう。すみません。ん、昼間命を助けていただいた毛虫でございます。恩返しに参りました。え、お腹いっぱいで素通りしただけだから何もしてないって。いいえ、命を助けていただき感激いたしました。ご恩返しにこの身を捧げます。さ、お夜食にどうぞ。やだ、なんか重い、夢見が悪くなりそう。ちとやりすぎでは、結局は若者の迷惑に。そうか、過度な恩返しは逆に迷惑。やっとわかりました、庄屋様。あれ、くちばしで壺を押して差し上げるんでございます。うんうん、この程度でよいよい。お礼が過剰だと相手の負担になるかもしれませんね。コミックデイズ、チャンネル登録お願いします。